今日はやや大人メンバーで頑張ります。 HKT48 のごぼてのごぼてんは福岡が誇るお嬢様学校筑紫女学園高校に潜入、名門放送部に殴り込みだ。さらに宮脇さくらの恋愛相談もお見逃しなく。さあ始まりました HKT48 のごぼてん、 MC パラシュート部隊矢野めぐです。はい、ありがとう、ありがとう。さあ出ました、斉藤優です。何これすごい今日チカチカする感じの服で。チカチカする、それはしょうがないで。圧倒的に人気ねえな俺。斉藤さん、そのズボンは少林寺かなんかで。いや違います、道着じゃないです。道着じゃないんです。おしゃれなんです。着る人が着たらおしゃれなんです。ただ残念ながら斉藤さんが着ているということで、ね、メーカーさんすいません本当に、ね、さあそれではまず最初のコーナー行きましょう。最初のコーナーはですね、愛されセンター決めちゃってよっしゃ。それでは VTR 振りをハルッピラッちゃんお願いします。はい、せーの、みんなも一緒に決めちゃってん。愛されセンター決めちゃってん。イエーイ、やーべー、やーべー、みんな HKT は好きだ。ですけど、はい、俺もっとお嬢様学校だと思ったんだけど、なかなか力強いね。なんか動物園の猿になった気分ですね。なるほどね。さあということで本日はあらゆる場所での一番の人気者を探す HKT の愛されセンター決めちゃってー。じゃあ自己紹介を、それぞれ自分がね、もうトップセンターだっていうものをね、ちょっとアピールしながらお願いします。はい、多分 HKT48 で一番帽子が似合います、ハルピコとこだまはるかです。イエーイ、親の知名度なら誰にも負けません、若田はるかです。あ、出ました。いや、フォークドーム勝利投手ナンバーワン、あ、最初ですからね。はい、そうなんですよね。ということで今回の舞台は筑紫女学園高等学校、中高一貫校ということで総生徒数はなんと1429名。さらには陸上部をはじめ全国でも屈指の強豪部活動が並ぶ、まさに文武両道を地で行く女子校なのだ。築女の秘密あるあるコーナー。イエーイ、女子校いいね、女子校は女子校でいいね。まずは築女生であれば誰もが知っている愛されあるあるを調査。お名前なんて言うんですか。リオです。リオちゃん、リオちゃん、じゃリオッピです。好きな曲は何ですか。好きな曲はメロンジュースです。あらまた来ました。メロンジュースお願いします。あなたにあげたいメロンジュース。すごい、いいじゃん。そんなリオッピが教えてくれるあるあるは、みんな お経が家です。一緒にお経言おうか。ラゴチョエが怖い怖い怖い。すごい。そんなあるあるを象徴するのがこちらの行動。ステージの上の扉を開けると、そこにはなんとご本尊様。まさに仏教系の学校ならではのあるある。さあ続いては、築女はトイレが綺麗です。あ、いいな。でもさっき言ったけど綺麗だった。え、本当？自動でした、水が。女子の聖域トイレ。築女ではおよそ10年前施設を建て替えた際に全てのトイレをホテル並みにグレードアップ。まさに女子校ならではのあるある。3つ目のあるあるは、頂上部TJソックスです。せーの、あれあれ。え、どういうこと、何それ何それ、気になる。何、筑紫女学園の指定で、あ、学校指定の靴下なんだ。なるほどね。これこれ、あ、すごい、いかがね。これもし中学校から入ってる子は高校卒業まで使えるはい、使ってる人もいる。使ってる人もいるの。そう、実はこの CJ ソックス、あまりにも破れにくいため売店の在庫がなかなか履けないという購買部泣かせの商品でもあるのだ。あの CJ ソックス破れたことある人、あ
木の中飛び込んだことある、ね、そんぐらいのね。昼休みが終了し誰もいなくなった食堂、再び調査をしていると、綺麗だな、あ、売店だ、売店もあんだ、売店、サラダが高校じゃないよね、見て見てほら、すごい、ワッフルとかもあるんだ、ここはチャレンジャー、めっちゃいい、すが女子高だね。ここで、はい、築城売店で大人気センター商品当てちゃって、何でしょうか、あ、楽しそう、あ、いい、ルールは簡単、全9種類のスイーツの一番人気センター商品を当ててもらいます。どうだろう、女の子って、うん、何が好きなんだろう。フレンチトーストって普通に食べたいですよね。ね、いや、なかなかね、学食にないよ。はい、さあ、果たしてそのお味は？え、美味しそう。フレンチトースト？美味しい。めっちゃ美味しかった。どう？本当になんか。すごい中まで染み込んでます。値段が安いのもいいと思う。いくら？50円。え？安くてなおかつ量が多い。なるほどね。いい線いってると思います。これだわ。お金持ちです。うん、やらしい、やらしい。まさかの一発正解となるか。学食のデザートナンバーワンはフレンチトーストです。ノーです。あら。ちょっと食べてほしかったな。しかし順位は第2位、ニヤキュンでした。いいよいいよ。多分ね、これだと思うんですよ。あ、団子。団子ね、みたらし団子だから食べちゃうね。こっち。わっちゃん、味はいかがですか？うん、柔らかい。なんか、サクッとしてます。私も食べたい。ちょ待って。七譲りの勝負強さで正解なるか。こちらのきなこ餅が1位だと思います。のです。気になる順位は5位、遠のいたな。うん、私ちょっと気づいちゃったことがあるんですけど、来た、サーターアンダギーの品揃えが多すぎる。うん、わあ、なるほどね。うん、これ多分人気だからですよ、絶対。そうか、よく見てたね、しかし。どっちかじゃない、売れてないかね。ああいうのする。大きいね。めっちゃ薄い。うん、リアクション。サーターアンダギー。全然違う、さっきと。味もっとなんかないの？リアクションはともかく、呼びは吉と出るか。学食のデザートナンバーワンは、サーターアンダギーです。お、当たりです。だってもっと味が濃いのがいいんだよ。ちなみにその他の商品ランキングはご覧のような形。児玉遥かお見事。2人にぴったりの部活でございますか。おお、なんだろう、なんですか。もう聞いてますよ、もろもろ。なんですか。お、なんか流れ始めましたよ。いいね、祝ってくれてるね。なんですか。やっぱ、お、なんか夢なんですか。夢アナウンサーです。ほら、これ放送部ですよ。ほら、あとね、一番向いてないと思ったやつ。違う違う、こだまちゃん、それは違うよ。苦手なことを克服する、それがやっぱりね、こうセンターになるコツだと思いますから。そうですね。そう実はこだまはるか、原始人に追いかけられる夢見たの。アウストラロプテクス、待って、車に来られる方いました。すみません、どうした、青春ガールズ公演が噛みまくる。そう、いつも大事なところで噛みまくる。そこでついた称号がカビセブン。あ、そういう意味で。とはいえ相手はアマチュア高校生、現役アイドルの意地を見せられるか。この築城の放送部はもう名門なんですよね。はいはいはい、はい、超名門。はい、あの今までぶっちゃけアナウンサーさんとかも輩出してるんですか。はい、すごい。あら、そう、ここ築城学園放送部はなんと46年連続全国大会出場中という偉業継続中の部活動なんです。ちょっとどうぞ見せつけちゃう。そうですね、プロですからね、うちでも。ということで、ここでプライドをかけた早口言葉対決。対戦するのは3年生の林ゆくさん。
とっても噛みやすい言葉が並んだこちらの原稿、早くかつ正確に読むことができるというその実力は。コロラド州立図書館の蔵書数世界一達成を記念して、図書室司書の女性に大量のアボカドと肩たたき機が送られました。どの部分が難しいとか、コロラドとかコロラドアボカドとか、アボカド、私ラリルレロめっちゃ得意なんですよ。来ました、出たなだそうです。私一番好きな言葉ところてんですから。ロしかないですけど、でもラリルレロ好きです。ラリルレロ、みんなかわいそうな目で見ないで。こちの子供ちゃん、うん、はい、ところてん言葉いきます。ところてん、コロラド州立図書館の字数世界一、字が読めてない、蔵書数世界一、いやいや強制終了。このままでは引き下がれないメンバーたち、とはいえランクはどうして築城放送部登竜門的な早口言葉で再挑戦。ちょっと簡単ですよ、うん、炙りカルビを10回。炙りカルビ、はい、そんなのね。舐められたもんだね。どんだけ食ってると思うんですか。炙りカルビ、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 炙りカルビアルブ。そうだ、炙りカルビ、カルビが好きじゃない。そういうことじゃない、そういうことじゃない。ちょっと見つけてやってよ、見つけて舐められちゃうから。さあ、このまま現役アイドルの実力見せてやれ。炙りかぶり、炙りかぶり、すいませんでした。ひどいよ、ひどいよ、申し訳ございません。もう一発目でもあれはひどくないですか。ひどいよ、でも見せつけてほしかったな、ちょっと。いやね、それアイドルで俺いつもね、カメラの前でやってるわけですから、うん、もう噛むレベル言えないもんね、もう。でもあれからちょっと練習しました。いけるじゃん、今ちょっとやってみたいと思います。炙りカルビ、はい、うん、炙りカルビ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 、カルビ、でも3回だから10回は難しい。サッシーはいける、はい、いけます。炙りカルビ、炙りカブリ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 ビ、絶対言わなきゃいけない感じで入ってきたよね。絶対言う顔はしてたよ、絶対言うと思った。顔だけは絶対言う顔してた。もう一回流してほしいわ、この顔。だからちょっとね、突っ込みにくかった、結構。なしにしてそのまま行かせようかなと思った。傷つけたくはなかったね。難しいね。カルビ。難しい。あむちゃん、放送部の子すごいね。すごい。綺麗にね。初の女子校ですよね。女子校ってやっぱ雰囲気違うの？いや、もうやっぱお構いなしに寄ってきますね。ペットからもう。寄ってくるか。女子だもんね。あ、別にね、男だったらちょっとあれだけど、山口さんも止められないですもんね。そっかそっかそっか。でもやっぱ女子校だからスイーツ豊富なんですかね。スイーツね。あんなあった？学生の時ない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 。私の学校でもないです、スイーツ。そうだよね。スイーツって言ったらもう角砂糖しかなかった。スイーツじゃない、スイーツじゃない、ポリポリ甘味はもう角砂糖しか。いやいや、もうそれ時代が江戸だろ。いや、ほんとに江戸さん、それしかなかった。あの、自分で言ってあ、ミスったなってますね。そんなことなかったわ。ゼリーとかあったわ。マジ一回やってみて。おーやったー、かわいらしいねー。やってまいりました、はい、このコーナーはですね、巷で噂されている裏技がやってみる価値があるのかないのか、実際に検証してみようというコーナーでございます、はい、さあ最初のですね、裏技はこちらです。指一本で髪を一瞬にして真っ二つに切る裏技。これやってもらうのはですね、サッシンでございます。はい、分かりました。じゃあお手伝い斉藤さんで。ありがとうございます。お願いいたします。紙、紙を持ってばいいですか。紙、じゃあこちら。はい。どういうことでしょうか。まずですね、斉藤さん、こちら手持ちの紙を二つに折ってください。はい、こっちで。きっちりと。はい。きっちりとね。きっちりと。うん。はい、折りました。強い目に折ってくださいね。
はい、はい、そして広げてください。どっち側に、こう逆ですね、こう、はい、はい、これをですね、サッシ、はい、この真ん中のラインめがけて指をこうポン、そしたら髪がパーン、本当ですか、ポン、パーン、すごいですか、ポンパン、だいぶ貫いて、僕も飛行疲れてパンってそれはそれで面白い映像なんで面白くない、使えないでしょうわ、怖いなこれ。強めに張っていただいて、強めに張る、うん、で、ここを、はい、強めに張っていただいて、じゃあサッシ行きますよ、行け、ちょっと待って、行くとき言ってくださいよ、はい、行きます、はい、って言ったらやってください、ね、からかうな35、からかうな、ごめんなさい、やります、ちゃんとやります、16個目です、ね、それでは行きますよ、はい、行きましょう、行きます、はい、あっ、あっ、来た、見せないで、わかりました、やばっていい、ちょっと待って、ちょっと待って、え、サッシもう一回チャンスちょうだい、みんなが描いてる絵は何だ、描いてる絵を教えて、みんなの目標教えて、パーンって笑えるの、そうなんよ、折り方がちょっと、もうあれ反対向きからも、あれをこの辺で紐切れる、ここまでやったらもうハサミで切りますよ、ハサミで切ります、これだったらやってみて、もう一回やってみて、もう一回やってみて、ごめんなさい、もう一回やってみて、悪かった、行こうぜ、じゃあ一回こうやってから行きましょう、そうだ、あ、いいね、よし、行きますよ、はいはい、はい、はい、やらんでいい、もはやセンターじゃねえや、やらんでいい、なんでだろう、なんだよ、怪我しないように試してみてください、家でね、ほんとすいません、そんな簡単じゃないよ人生は、誰か簡単持ってきて、ちょっと待って、ちなみに番組スタッフが裏技を試したところ、ご覧のように髪は一瞬で真っ二つに、この裏技みんなもマジ一回やってみて、続いての裏技はこちらです、簡単にホイップクリームが作れる裏技、これいいわ、かかるんですよね、結構時間かかるんだ、わかります、でも疲れちゃうし、それをですね簡単にできるということで、本当ですか、すごい、どうすればいいかと言いますと、レモン汁を垂らすと早くできるんです、本当、じゃあですね、比較するためにですね、ハルッピ、はい、前に出ていただいて、で松子ちゃんも、はい、前出ていただいて、どっちがどっち、じゃあハルッピがレモン汁なしの方、なっちゃんがありの方、はい、これ、両方同じね、ホイップなんです、ふわふわになるってことですホイップって何です、すいません、ふわふわでしょ、生クリームです、普通のそうショートケーキとかも、ホイップ、あ、これが生クリームになるんですか、はい、何ですか、ちょっと一旦下がります、これを泡立てて、あの、ふわふわになるんです、そうですよ、ごめんごめん、そう、で、レモン汁を入れると簡単にふわふわになるということです、すいません、ほんと、じゃあちょっと、なっちゃんの方、はい、うん、絞っちゃって、もうこれ入れちゃって、で、同時にやっていただいて、どっちが早く、結構、2、3滴って書いてある、どんぐらい、ギュッと、もうギュッと、せーの、ギュッ、 OK かな、 OK、 はい、OK、 結構入ってるね、さあ、レモン汁入れました、本当にうまいと思うけど、入れてるのと入れてないの、じゃあ同時にやっていただきますよ、いきますよ、よーい、スタート、頑張れ、10分ぐらいかかりますよね、普通だったら10分かかるんですよ、ただね、レモン汁を入れると早くホイップになるって聞いてます、全然違うんでしょ、やっぱり、うん、全然違う、10分ぐらいかかりますよね、普通だったら10分かかるんですよ、ただね、レモン汁を入れると早くホイップになるって聞いてます、全然違うんでしょ、やっぱり、うん、全然違う、それやっぱり、これはだってミスりようがないもんね、そうそう、スタッフがやったの、手が痛いよね、あのだってレモン汁入れてないもん、手が痛いのはね、レモン汁入れ、手が痛いから、レモン汁入れてないから、なっちゃんはもう腕痛くない、なっちゃんは全然痛くないよね、痛いっす、痛いっす、あ、いいね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 、ハルピ痛くない、マジでハルピめっちゃ飛んでるよ、ハルピ飛んでるもん、衣装にも今のところですよ、今のところ同じぐらいですこっからこれ相当シュールな映像よ、え、でもちょっと固まってきたくない、いいよ、あ、ちょっと来てる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 、早いぞ、早いぞ、すごい、こっから来てる、来てる、わ、来た、全然違う、全然違う、すごい、全然違うわ、入れた瞬間に来てる、やだ、やだ、ほら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 、すごい、あれだ、すごい、あ、だった、あった、りょうだ、とどめさせ、とどめさせ、青い体験、とどめさせ、とどめさせ、あいたけ、あいた、あ、いいよいいよいいよ、これいいじゃん、これもできたんじゃない、あ、もう完全に、あ、マジか、こんなんで生クリームできるんだ、ホイップクリームこちら完成、いやー、ほんとだ、全然違うね、生クリーム食べてみたい、ほら量だね、うん、ほらすごい、あ、生クリームレモンの味しない、しない、おいしい、や
ややちょっと酸っぱいぐらい。でも気になんない。そうでしょ、うん、全然。そっちはこっち見て、こっち見て。サラサラ全然ない。ほら、全然話にならないね。ま、すごい、すごい、すごい。よかったー、よかったー、全然話にならない。よかったー、びっくり。いや、よかったよ、本当に。よかった、よかった。これはすごいね。これすごい、全然違うもの。これすごい。じゃあ判定、この辺にいた方がいい。判定お願いいたします。判定じゃあやってみて、やってみて、せーの、やってみて。よーやったやったよかった。スタッフさんみんなホッとしたと思う、これで。した、ね、安心したと思う。急に来たね、でもね。でも多めに、結構多めに、結構多めに絞る感じで。でも入れた瞬間にほんと硬さ変わりました。そうでしょ、すごいね。そうなんだ、やっと成功しました。みんなくたくたになっちゃったか。いやー、皆さんぜひやっていただきたいと思います。はい、ここはどんな悩みでも聞いてくれるサシのうどん。そんなお店には今日も悩みを抱えた客がやってくる。みんながホークスを応援するなら、指原はアビスパも応援しようかな。相談ある人いませんか？どうも。あ、いらっしゃいませ。質問というか相談があるんですけど。ぜひ。あの、今 AKB グループって恋愛禁止じゃないですか。そうね、本当かな。でも恋愛禁止なんですけど、恋愛禁止なのかな。禁止なんです、多分。本当禁止なんです、まあ、そこはまあ、うん、なんですけど、うん、あの、私中2で入ったんですよ、HKT。 中 2? だから卒業したら本当に恋愛できるのかなって不安なんですよね。いや、なんか本当に好きっていう気持ちが分かんなくて本当なんです。なんかなんか芸能人憧れるとかそういうのじゃなくて、そういうのがなくて、学校とかで好きな男の子がいて、惹かれていくっていうのがなくて。小学校の時なかったの？なかった。私小学校の時はもう好きな人いたよ。遊んだりとかはしてたけど。え、あの子と同じクラスになりたいなみたいな、なかったの？中1は？中1ないです。いや、本当になくて。本当かいな。本当。え、好きって気持ちって何ですか？好きね。あのね、なんだろうな、なんか好きって難しいけど。難しいですよね。確かにさくらがそのまま、例えばさ22とかで23ぐらいで卒業するとすんじゃん。そう、何にもさ知らないまま世間にポンって掘り出されてたら、多分さ、しょうもない男に引っかかるでしょ、多分。私理想めっちゃ高いんですよ。マジ。いや、でも恋愛してない子は本当しょうもない男に本当引っかかるんですよ。キザな男が好きなの。あー、もうキザ、もうダメだな最悪。本当にあの多分ね、チェリーの瞳に乾杯とか。いやー、そんな男しょうもないよマジで。だって君の瞳に乾杯言われてるわけ。それでそういうのが好きなんでしょ。好きなんです。どういう人が好きとかはあるんでしょ。あります。どういう人？上品で、頭が良くて、うん、謙虚で、うん、優しくて、うん、歌が上手とか。あーね、わかりました。わかったんですか。よかったよかった。解決できる。え、結構大事ですよ、これ。オッケーオッケー。人生かかってるから。オッケーオッケー。もう一回言って、タイプ。優しくて、上品で、うんうんうん、謙虚で、うん、うーん、歌が上手い。キザな人。そう、歌が上手くて。あ、分かった分かった分かった。え、謙虚で歌が上手い、謙虚で歌が上手くて、上品、うん、上品。できました、うどん。はい、ありがとうございます。さだまさしさんみたいな人に出会うそしたら多分分かる、恋というものがそこで。さだまさしこの人だって。さだまさしさんのような人に会う、出会う。そしたら恋が分かる。じゃあ、さだまさしさんに会いに行きます。いいじゃん、いいじゃん。優しいよ、きっと。いただきます。難しいな、人の相談聞くって。うん、おいしい。美味しいでしょ。一番伸びてないかも。あ、よかった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 。今年度の総選挙第1位は渡辺麻友。およそ7万人の大観衆が固唾を飲んで見守る中開催された AKB48 シングル選抜総選挙。中でも福岡のファンを熱くさせたのが HKT メンバーの大躍進。今回満開の実を咲かすことができて本当に嬉しいです。今日が HKT に入って一番嬉しい日です。今年は HKT48 全部を勝てます。計13人のメンバーがランクインを果たすという大快挙を成し遂げた。そして
第11位 HKT48 宮脇咲楽。なんとついに宮脇咲楽が選抜メンバー入りの快挙を達成。私のライバルはサッシーです。HKT48 はサッシーを超える誰かがいないと大きくなれないと思っています。HKT が最強のアイドルグループになれるように日々成長していきたいと思います。そんなサッシーは惜しくも2連覇を逃すという残念な結果に終わったものの、まさに HKT 旋風を巻き起こした総選挙。来年も絶対総選挙出るので絶対に1位になります。彼女たちの今後の活躍にもご注目ください。何みたい。来週のゴボ天は子供も大人も夢中、日本一の夢の会社に潜入、名物妄想社員が妄想でどうなるメンバーたち。